柴崎コウ公式レトロワチャンネル始まり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 ありがとうございます。餃子が私大好きで、もう包むのが大好きなので、それできればいいなと。作りたいなと思ったけど、なんかこんな素敵な場所でできるとはって感じ。インスタでよく見ているあの料理が登場する感じですね。食べたことはありましたか？ありました。ご自宅でいただきました。久しぶりに振る舞いたいと。ありがとうございます。レシピも分かったりしますか？結構目分量なんで、今日は今日のものができる。 OK。かわいい、かわいい。ということで、改めまして柴崎コウ公式レトロワチャンネル始まり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 、ありがとうございます。もうできるだけこうラフにやろうと思ってるんだけど、うん、なんとなくカメラが回るとこうアナウンサーのスイッチが軽く入ろうとしたり。 いや、いいです。私はあんまり入らないので、うん、私よーいスタートってならないと入らないんで大丈夫。そもそもそのさきちゃんと、さきちゃんがなんで今回出ていただいてるかっていうと、はい、その文化女子旅っていう、あの日本全国にある素敵なものだったり、そのものづくりをしてる人に触れる旅っていうのをプライベートでグループを作って、あの結構ね旅をさせてもらってたんだけど、でなんか そういったなんかあの旅自体がすごくいいコンテンツになりそうだなみたいなのもあって、それが今結構かなったような感覚で、これからなんか本当に環境広報大使もさせてもらってたりするので、そういった兼ね合いで全国にある素晴らしい景色だったりとか人だったりとかものづくりだったりとかっていうのを追いかけてこうリサーチしていけたらいいなっていうふうに思っていて、もうぴったりだなと思って、うん、ありがとうございます。普段も割とこんな話なんだよね。割と真面目になんか将来のことだったりとか自分の人生だったりっていうのは結構ちゃんと喋ってくれるんです、うん、まあ、あのねテーマがない雑談が苦手で、なんとなくじゃなくって、うん、何かについて語るっていうのが好きなので、うん、あれですよね、あの無駄が嫌いですね。そうだからこのレトロチャンネルっていうのを作るっていうのでも、やっぱりなんか自分がやりたいことをただこうダラダラと流していくっていうのは私っぽくないなと思って、自分が何をやりたいかって言ったらきちんとその3本柱みたいなのを作って、アースコンシャス、ライフスタイルで、まあ今まで自分がやってきたエンターテインメントみたいな3本軸にして、でそこにこう動画を格納していく、きちっと整然と格納していくっていうようなイメージでできたらいいなっていうふうには思ってる。柴崎コウの頭の中がどうなってるのかっていうのをまあ紹介もするような形になるんですかね、うんうん、で特にその本当に2020年って節目の年だなと思ってて、まあ、結構これって確信めいたことなんだけど、私の中でずっとその変化みたいなのって人ってずっとしてきてるんだけど、特に2020年って大きな変化みたいなのが、うん、私だけの話ではなくって、私の身の回りもそうだし世界を見てもそうだし、そういうこう変化の年になるんだろうなっていうのがあって、でなんかこう自分の中でも大きな区切りみたいなものが訪れているなと思っていて、その中で、やらなきゃいけないとかじゃなくて、本当にしたいこと、自分がなんかこうワクワクできること、ときめくこととか、そういったものに素直に、まあ、生きるべきっていうか生きた方がいい時代に本当に成り変わってきているなと思ったところで、こういうふうに自分自身で発信できる、まあ、コンテンツというかね、場所を持てるっていうのはいいタイミングだなと、うん、でもその
自分がいる場所っていうのを今までは誰かにどこかやっぱり頼ってたりとか、うん、まあ、特に芸能活動とかはそういうふうにきちんとこう構築してもらったものの中にポコンと入るとか、うん、まあ、役柄とかでもそうだけど、そういう、 こうチームがあって、そこにまあ役割としてこういう役どころで入るみたいな、うん、どちらかというと受け身だったなと思っていて、でもやっぱりこれからは本当に自分がそういう居心地いい場所とか心地いいなとか好きだなと思う場所を作る、作る側に回っていくんだなっていうふうに思っていて、そう思ってる人はいっぱいいても、なかなかやっぱ行動に移すってなるとやっぱり勇気がいるし、うん、っていう意味でいろんなヒントをこうちゃんからももらえるんじゃないかと思って、うんうんうん、なんかまあ、ね、ヒントになれるかどうかわからないけど、でもやっぱりこう結構なんていうのか、本質的なというか、まあ、人間の生きるこう核となるものって、うん、まあ、衣食住だったりとか、その食べて寝て、まあ、でもやっぱりそれだけではなくて、孤独ではなくて、こういうふうにコミュニケーション人と、うん、取って、なんかそれがすごく豊かさなんだなっていうふうに感じられるようになったので、それがまあお裾分けできればいいかなというふうには思ってます、うんうん。さあ今日はなんかキッチンっぽいところに来てますけど、今日は何をするんでしょうか。今日はご飯を作りたいと思う。で、結構オフィスでも、懇親会みたいなのを開いて、新しいスタッフがジョインしてきたりしたら、うん、なるべく手作りを振る舞ったりとかしてるんだけど、餃子が私大好きで、もう包むのが大好きなので、うん、もうインスタにもたくさん上がっている餃子、今日ついに動画で動画でまさかね、こんななんかちゃんとした感じで大丈夫かな。でもさ、焼き目がどうつくとかさ、大丈夫、撮ってますけど大丈夫かな。まあでもね、もし、うん、もしこう無様なものになってもそれはそれでそれはそれででしょ。その辺も含めて見守っていただきましょう、はい、ぜひ。これ何？これがおかひじき。おかひじき？私の大好きな、もうシャキシャキして美味しいの。美味しそう。臭みも何もないし。これも餃子に入れるんだ。もうこれだけ入れて食べるぐらい。美味しそう。じゃあまずは野菜をみじん切りします。はい。いいですね。ちょっとだけあの映像っぽいことも入れつつ。そういうのやりたかった。いよいよあれ、朝の連続テレビ小説 NHK エールが始まりました。始まりました。間もなく登場ですね。そうですね、私はまあ要所要所で出てくるかと思うんですけど、それが今回は伝説のオペラ歌手の役です。伝説のオペラ歌手の役は大変ですか、うん、いやだってそういう役なんですけどってオファーをいただいたんですね最初、うんうん、いやどうやってできるのっていう、それもちろんやりたいけど、うん、その声楽とかを何十年も習ってる人が行き着くポジションなわけですよ、うん、そういう世界的なオペラ歌手なんていうものは、うん、そんな一朝一夕でなれるものではない、うん、というのをどうやって表現できるんだろうと思って、それは準備が本当にきちっとできないと難しいですっていう感じ で、うん、で早く練習させてくださいって言って、うん、去年の8月ぐらいからかな、レッスンをずっと重ねていて、オペラのね、それ今の歌手柴咲コウとしての歌い方とは全然違うの？あ、全然違います。そのポップスの歌い方とは全然違う。へえ。じゃ一から練習したって感じ？一から練習、本当に。で、私生姜が大好きなので、うん、結構入れます、はい、で、お肉入れる、はい、アミノ酸たっぷりの料理酒、天才とお醤油と、うん、で、混ぜる。これは生姜多めが美味しそう。うん、美味しそう。風味付け、ピッ、はい。じゃあ私は結構多め。あ、いい感じ。で、醤油。醤油お願いします。え？ちょっと手が。あ、これ醤油？あ、違う、ウスターソースだ。あ、違う、オイスターソースだ。オイスターソース。オッケー。いいか。いいの、大丈夫。ね、美味しそうでしょ。美味しそう、美味しそう。出た。私はいつも、同じやつで、うん、こうやって全部。あ、一緒一緒。あ、一緒一緒、よかった。会長、あ、
来たー来たー会長会長黒幕うちの会社の黒幕あすごいまたいいとこに入ってくる、うん、出たがり人見知りないのこの子あ本当さすがに猫なんでその移動がそんなに多くないから、うん、場所に慣れるのは時間がかかるんですけど、うん、もうね人は大好き美味しいところだけ出演して本当消えましたすごい空気を呼びますいやこれがジュージュー焼けるのを想像すると、ね、ちょっと火加減が本当に分かんないんでこれさきちゃん作の。うん。わあ、もう来てる。思いのほか早く来てる。もう来た？真っ黒焦げになる可能性がある。火力がすごい。ドキ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 。くっついてる。うわあ。それはそれで。あじゃあ。出来は何点ですか？いい感じ。いただきます。いただきます。ちゃんと皮がもうパリふわできてます。やったー。もの作りに興味がある自分にとっては、まあ、本当に自然な形というか、まあ、でもそれ自体がエンターテインメントになるのかな、うん、これからはというふうに